皆さんこんにちは、メタクズです。前回に引き続きクロス・ザ・エイジェズ様から案件をいただきました。個人でも合間でプレイしており楽しんでおります。なぜ楽しめているかというと、ランクマッチで勝てるようになってきたというのがあります。まだ始めたばかりで低ランク帯ではあるんですが、対戦を重ねて試行錯誤してるうちにかなり勝率が出てきました。今回はその中で得た気づきなどの話をメインでしていきたいと思います。クロス・ザ・エイジェズに関してはまだ始めたばかりなのと、情報も少ないところもあって基本的には独学で学んだ内容になっています。動画的にはガチガチの競技思考というよりは、私自身が対戦で得た知見を元に解説していこうと思います。今回大型アップデートが入っており、右のエクタグラムを見てもらうとわかりますが、有利不利のバフが150から200に変更になりました。これによりパワー700クラスの大型ポン置きに対しても、パワー450の有利属性をアフィニティでぶつけることで取ることが可能になっています。パワーの高いカードは課金等が必要になってくるので、超大型を持っていないプレイヤーは不利でしたが、その差がかなり縮まったと思います。そしてリンクパワーブーストにも追加があり、こちらの以前紹介した動画ではアフィニティとトリニティだけでしたが、今回新たにアライアンスというものが追加になっています。アライアンスは同じ属性かつ異なるファンクションを並べた時に、他のリンクパワーブーストと同様パワーが100されるものになります。これによりカード左上に記載されているこのファンクションをかなり意識することになりました。今までファンクションをあまり意識することはなかったので、カードごとに個性が出て構築にも幅が出るいいアップデートだと思います。続いてはデッキ構築に関してですが、前回同様オートをベースに言っています。ゼイからデッキを作る場合、始めるまでのハードルがかなり高くなってしまうので、オートで一旦デッキを組んでしまい、ランクマッチの経験から足りない属性を追加しながらカードを入れ替えていってます。コスト上限があり、上限をオーバーすることはできないので、このコスト上限のバランスを見ながらデッキを構築することになります。先ほども説明しましたが、アライアンスが追加されたことにより、デッキ内のファンクションはできるだけ散らした方がいい傾向にあります。パワーラインについては、今自分がいるランク帯次第にはなりますが、弱点属性でのバフが200になったことにより、パワー450の一番小さいカードでも有利アフィニティを利用し745のラインまで取れるようになったので、最初はそこまで気にしなくても大丈夫そうです。もちろんコスト上限を超えない限りはパワーが高いカードを採用した方がいいので、あえてパワーを低いカードを採用する必要はありません。デッキ内の属性に関しても、個人的にはまんべんなく採用した方がいいと思います。ランク戦ではいろいろな属性のリーダーに当たるので、デッキの属性があまりにも偏っていると、不利対面に遭遇した時に200の恩恵を受けれず押し負けてしまいます。そして勝つために一番重要なのがこのスキルになります。デッキごとにスキルを選択して、それに応じた構築をしていくのが良いです。始めたばかりの状態だと、このように上位のスキルはロックされています。最初に使えるスキルで一番使いやすいのが、今使ってるパワー蓄積だと思います。それでは中の人が実際に対戦してるところを紹介していきます。考えを話しながらやってるので、この方がわかりやすいと思います。60点ね。この60点とかでも結構戦略変わるんだろうな。打点がやばいな。交換しよう。まあ、適当なの出して取らせるか。ここに置けばいいのかな。したら、あ、でもこれひっくり返されたらやばいか。あ、こっちに置いた方がよかったか。これあれか。地でひっくり返されたら俺、漏らしちゃうか。いや、ミスったか、これ。いや、なんか弱いぞ。そしたら、これで、取っちゃえば、トリニティ組めるんで、こうかな？これで、かなり強くなったけど、おお、取られた。でかすぎ。全然取れない。ちょ、まずい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 。え、なにこれどうすんの？え、なにこれどうすんの？水。自然。あ、自然で一応取れるか。結構やばいな、これ。こいつをどう処理するかを考えておかないといけなくて、まあ、光で取るのが一番いいから、
ああ。返してきた。まあ、ここから取ったらいいか。自然と。風で取ったらでっかいよ。よいしょ。これでかいな。これでかいな。これもうボンだよ、ボン。これでっかいです、これ。こいつの弱点、闇と、あ、でっかい闇がいれば。あ、炎でも取れんじゃん。したら、こいつで取っちゃうか。うわ、やばい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 。来た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 。勝てるぞ、勝てるぞ。いや、これ無理だろ。これ無理でしょ、相手。全部取ったよ。てか、相手自然文明だからさ。こっちが有利属性なよな。こっちのリーダー炎だから。やばい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 。必殺技来た、必殺技だ。いや、でも相手が先にパワー累積切ったんだったら、も俺もパワー累積、しかも自然でしょ？自然のパワー累積なんで、そしたら、俺は炎のパワー累積当てちゃえば、まあ、漏らすでしょ。825ももらっちゃえるから、855ともらっちゃうか。これぶつけて、いや、勝ちじゃねえ、さすがに。相手これ多分抜く方法ないから、こっから。おぉ、やばい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 。もう56。相手31ポイントで、俺56。もうこれ盤面ひっくり返されても勝てるわ。だんだん勝てるようになってきたぞ。イエーし。よし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 。はい、先行。65。長期戦だな。いや、結構なんか、あれだよね。なんか、まあ、バランスよくね。はい、闇を遠くに置いてきた。地でしょ？したら、まあ、トリニティ組みに行きたいから、地下水。500で取っちゃうかも。あ、取れねえ。弱点か。いや、ハンドは、強くて微妙だな。まあ、一旦これで普通に取るか。これ弱点で取るとな、返しにさ、あ、風で取った場合は関係ないか。地で取っちゃうと水で打たれた時に、トリニティ組まれるから、弱点取りも、2個あるうちの片っぽは危険牌なんだよな。次、水で一手取られた時に、トリニティ組まれちゃうからね。これは風で取ってっからアフィニティしか組まれないんだけど。で、炎を、地。炎地はあんま関係ない。光で取ればいいんだな。光で今取れないね。まあ、ここは取れるけど。一旦ここだけ取るか。あ、もう撃ってきた。早っ。悪い席。え、だいぶ、いや、ちょっとやばいか、これ。でも。いや、でも、こっから取ればいいから。ここ、風、炎で取ればいいんだよね、普通に。え、これで取ったら終わりじゃね、普通に。余裕で返せるよな、これ。ここでパワー累積やってきたってことは、多分、もともとあった盤面取れないからやってきてるんだよね。それ考えると、多分この面も取れないんじゃないかな。まあ、多分取れてここだと思うけど、ここは無理だろうから。あ、はい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 。したら、風で取れたら嬉しいな。風では取れません。水でもいい。
これ俺のカードだよね。したらこっちで置くと、横から取られる可能性があってだけど、ここでいいや。これでトリニティ組めるから、いやでも俺のが劣勢なんだ。これここ取ってないからってこと。ここは暇な時にここにフェニックスぶち当てれば全部取れるから、ここが塞がんない限りは多分逆転できるんだけどね、普通に。なんかえぐいことなったけど、えぐいことなったけど、ここで、まあ、こいつをぶつけちゃえば全返しだよね、これで。ウィー、これでかなり有利なんじゃない。相手取れるカードないでしょこれだって。あ、まあこの575が取れるか、取れるとしたら ここか。ああ、そうだよね、そっから取るけど、これ取られちゃったの？違うよね。あ、違う、取られちゃったのか、やば。ちょっと取り返せる。蓋した方がいいか。いやでも弱いから取んない方がいいよな。多分蓋した方が、ここから取られちゃうとまずいから。でここ取られてもこっちから取れるから、相手ここに置くしかないからね、カード。多分次闇で取れる属性が来たら多分一手で勝てるから、闇で取れる属性ってなると地下風以外なんだけど、これは光なんで、炎で取っちゃえば勝ちじゃない？ビューン、うぃー、ということでいかがだったでしょうか。クロスザエイジェズの序盤の勝ち方でした。まだ序盤の戦い方になっているので、高ランク帯になってくると立ち回りや構築論は変わってくると思いますが、まずクロスザエイジェズを初めて見て一旦勝てる体験をするためにはこの動画の内容が役に立つと思います。まず勝てるようにならないと面白さがわからないので、クロスザエイジェズを楽しむためにもぜひランクマッチをガンガンやって対戦を重ねながら勝率を上げていってもらえると嬉しいです。おおよその勝ち方や考え方は動画の内容の通りで問題ないと思います。皆さんもぜひクロスザエイジェズをプレイして楽しんでみてください。シンプルですが本当に奥が深く楽しいゲームになっています。それではご視聴ありがとうございました。